妙源寺は愛知県岡崎市山都町にある新州高田派の寺院。三号は桑子山。本尊は阿弥陀如来。文略2年、新蘭が関東より帰京する途中、当地に立ち寄ったことが始まりとされる。付近の領主安藤薩摩守の平は新蘭を柳堂に招き説法を聞いた。商人の教えに感化された。 安藤信平は部門を仏門に入り年神と改名昭和2年に寺を建て、これを明願寺と名付けたと伝えられる。16世紀の高田派の王神と町による相続争いに際しては、万世デイラと共に町方の中心人員として活動したため、次第に権威は後退した。三河一行一期の際、徳川家康は本寺に身を寄せ難を逃れた。これにより、 家康から源の一時を与えられ、妙原寺と解消した。三河地方の新州の道場で最も古い道場と言われている。裏の墓地には安藤直司や高木清秀など多くの武士の墓がある。慶長8年9月11日、徳川家康より主因地30国を配慮した。毎年8月7日、8日に虫干しを兼ねた転換を行っている。 少年時代ク子ゴ学校に通った本田幸太郎博士の墓が本寺にある。以下の物件が国の重要文化財に指定されている。竜道は建築の様式から1400年代前半頃に建立された道と推定される。よって寺に保存されている昭和3年の上吹き胸札は全身の道のものと考えられる。ありがとうございます。